はい、速稼塾の久保です。前回ね、私特別定額給付金出ませんよっていうふうに申し上げました。そしてその前からも申し上げていたと思うんですけども、ただやっぱりね、一部にはこう政府要人の発言を切り取って、それを特別定額給付金が出る前触れだというふうな、ね、解釈をする方もいらっしゃいます。ですから解釈は様々なんですよね。そこを踏まえた上で私からね、改めて申し上げますけども、今のところの予算組を見たところね、予備費っていうのが残ってるんですよね。予備費10兆円っていうのを取ったじゃないですか。あの予備費を除いては国民生活支援に振り向ける予算は全く入ってないというふうに私は見ております。ここが例えばね、5000億円あるよとか、ここがね、4兆円あるよとか言っても、この金では全然国民生活支援にならないんですよ。10万円を全国一律給付って13兆円いるわけですからね。そうなると予備費の残りにしても、国民一律にね、やっぱり3万円配るのが限度かなと思いますし、そうなると限定的に一部の方に、またね、一人親世帯ではないですけども、限定配布ということになります。で、限定配布にしようとすると多くの国民は不公平だってまたね、言い出すわけなんで、じゃあ公平に配るのをやめましょうっていうふうな論調になっていくわけなんですよね。で、何が言いたいかっていうと、特別定額給付金はね、これは出ないってことを前提に、お話をしているんですよってことなんですよ。ね、だから私はね、思わせぶりに出るかもしれないよ、次の動画見てくださいみたいな、そんなことではなくて、出ないからどうするってことなんですよ、私が言ってるのはね。出ないからそれを出すためにはみんなの知恵を集めないといけないと。もちろんね、私はね、官邸にメールをしましょうとかね、それぞれの閣僚の事務所に、電話をかけて圧力をかけていきましょうっていう呼びかけはしましたよ。呼びかけはしましたけども、それ以上のアイデアが出ないのも一つなんですよ。それ以上のアイデアを例えばね、このテーマで話すと何千人かの方が見てくださってるわけなんで、その中の一人でもいいから、こんなアイデアがありますよっていうのを出していかないと、やっぱ前に進まないと思うんですよ。同じことをしていてもなかなか効果が出ないってことは、別の方法もね、開けていかなくてなりませんので、そこなんですよね。私たちが今一つ協力できてないところって言いますかね、少しずつの知恵を出し合って大きな力にしていくってことを、私はこれからも呼びかけていきたいなと思うんですよ。各私もね、他のアイディアがないんで、どうしましょうかってことなんですよ。私がしてるのは、地元の自民党なりね、他の政党の事務所に行って、その方たちにやっぱ訴えていくこと、そして創価学会ですね、創価学会会員さんの皆様にはですね、やっぱりね、公明党さんにもうプッシュしてもらいたい。それこそね、選挙の時期が来たら私たちに選挙に行きましょうって言うじゃないですか。あの熱意で公明党さんにね、組織の内部に、ちょっと特別定額金の話どうなってるんですかと、こんなパンフレットにね、特別定額金の10万円をかつて支給させた実績があるんだよって書くんだったら、今の方がもっと必要なんですよと。第1波よりも今回の第3波、年末年始の方が国民生活支援を支えるべき、もう大きな理由があるでしょうということなんですよね。特にこの秋、自殺者の増加、これもエビデンスはないといえばないんですけども、明らかにですね、やっぱりこれつながりあるでしょ。事業者さんが潰れて、飲食店さんが閉店とかね、時短営業に追い込まれて、そうなるとシフトも大きく崩れて、そこでパートをしてた方とかアルバイトをしてた方が収入がなくなるわけですよ。収入がなくなると同時に、自分がいつも行っていた職場、そしてお客様にありがとうと言われるその環境がなくなることによる自己承認欲求の、もうこのね、不完全燃焼、これについての不安ですよ。私自分自身が毎日行くところがなくなる。仕事ってのはね、収入源でもあるんですけども、自分が一生懸命全知全能をかけて、サービスを提供するっていう自分の能力の発揮の場なわけなんですよね。そして同僚の人といろんな関わりがあるとか、いやいやながらも上司や部下との関係があるっていう中で、やっぱり自分のことを鍛えていったら、いろんなことを考えたりとかね、社会に参画しているという意識はすごく高まって、自己肯定感が強まる場所、それが職場だと思うんですよ。それがなくなる、自分はこの世の中にいらないんだろうかって思わせるところが死に向かっていくわけですよね。こういうと考えたら、やっぱりね、お金だけでもものすごく助かるんですよ。というのが、5万円なり10万円なりっていうのが仕事がないなりに手元に渡ってきたら、そのお金を使うことによってまた社会参画ができるわけですよね。でもお金を稼ぐ場所もない、稼ぐ場所がないから使うこともできないってなったら、結局自動的にステイホームになって、人との関係は失われてですね、自分って何のために生きてるんだろうって、こういうふうな絶望感になっちゃうわけですよ。こういうのはやっぱり公明党さんなり創価学会の方はものすごく敏感に感じてらっしゃると思いますので、ここをね、強く社会に発信していって、せめてお金だけでもっていう感じで、与党の方にね、呼びかけてもらいたいと思います。公明党も与党ですけどね、いまいちちょっと自民党の二軍勢力としてのね、意識を免れないんじゃないかなと思います。これは自民党のね、言いなりにならずにね、
それこそね、この前、ね、ステーキ夜食ですか、菅総理が叩かれていた8人以上の王貞治選手とかね、それからミノモンタさんがいるあの席ですよ、杉良太郎さんとか。なんかね、芸能人呼ぶんだったら連立してる公明党の代表ぐらい呼べよって話じゃないですか。まあ結局枠に入れてないんですよ、ね、だからもうね、自民党から見ると公明党も一つの駒としか考えられてないんですよね。だからそういうふうにちょっと厳しいこと言いますけども、そんな舐められてたまるかではないですけどね、国民を救うのは私たち公明党だっていうふうな気持ちでね、気高く言ってほしいなと思います。で、返す返す申し上げますけども、特別定額基金の第2弾、これはね、予備費をなんとかね出していただくしかないんですけども、その希望はないでしょうね、きっとね。菅総理ももうまあ分かんないですけどね、菅総理の考えは。あの予備費っていうのは、多分残り金額はね、医療関係者、介護従事者の方に振り向けるのがやっとで、もうちょっと私たち一般国民にはとてもじゃないけども回す余力はないというふうに冷静に感じますね。まあですんでね、特別定額給付金が出るかもしれないみたいな、まあそういうふうなね、まあ煽りというか引っ掛けみたいなことはもうね、私の動画ではありませんので、可能性がないと思いますんでね。だからないからどうするということなんですよ、私が呼びかけてるのは。ないからこそ新しいアイデアで出させるためにどんな運動をするかってことなんですけども、それを今のところ思いついてないということでございます。まあ私は私なりにねやっておりますけどもね、今のところ効果が出ていると思えるものが全くないんで、ですからここでね、もしかしたらなんとかなるかもしれないっていう話が全くできないところでございます。ただただね、麻生財務大臣がいる限り私たちの暮らしに安息はないというね、とりあえず麻生二階をなんとかしろということを心の中で思いながら、っていうか口から出てますね。はい、そんなことを考えながらね、今日も一日スタートしていこうと思います。では、いってらっしゃい。